各地の名所を描いた作品をご覧いただく今回の展覧会の中でも富士を描いた作品というのは数多く並んでいます。富士はその長らかに広がる山裾も大変美しい日本で一番高い独立峰ですけれども、火山として恐れられてもきました。古くから和歌にも詠まれ続けてきた日本の名所の中の名所ともいえる存在です。江戸の名所の数々が描かれた歌川広重による名所江戸百景、その中にも富士は描かれています。水道橋駿河台の大きな鯉のぼりの脇にもよく見ると富士が描かれています。このことで神田川の北側の高台から南西方向を見て描いているということが示されています。富士はいわば方角を示すランドマークとして描かれています。明治の洋画家五世田義松や渡辺文三郎、平木正嗣といった画家たちも富士を描いています。写生に基づいて丁寧に描かれた富士の姿からは、油彩画という西洋から伝えられた技法を使いこなそうとする画家たちの気概が感じられます。大正から昭和にかけて富士はいわば日本の代名詞として描かれていくようになります。海外からの観光客の誘致を目的として作られたポスターでも富士は日本のシンボルとして描かれています。川瀬八水による西伊豆奇勝という版画の中でも富士と桜が取り合わせて描かれていますけれども、こういった構図は今日でもよく目にするものではないでしょうか。吉田初三郎による鳥観図の中にも日本を代表するランドマークとしてひときわ大きな富士の姿が描かれています。富士を描いた画家として忘れてはならないのが和田栄作です。和田栄作は河口湖側から望む富士や三保の松原に近い海岸から望む富士などさまざまな場所から富士を描きました。晩年にはアトリエと住まいを三保に移して毎日写生して富士を描くほど生涯にわたって富士を描き続けました。和田栄作は富士を描くことで自然を描き切ろうとしました。富士は昔からそして今でも日本を代表する名所です。そして様々な画家たちがこの山を描いてきました。江戸時代後期から昭和に至るまで大きく時代が移り変わる中で様々に描かれてきた富士の姿をお楽しみいただければと思います。